17世紀のエギルの佐賀の写本に描かれたエギルスカラグリームスソン、エギルの佐賀は、おそらくスノディストルルソンによって、西暦1220年から1240年の間に書かれたであろうと考えられている3分の英雄端でアイスランド佐賀の一つである。アイスランドの研究者からは一般にイーグラと呼ばれている。エギルの佐賀は、アイスランドの農場主であり、 またバイキングやスカルド詩人でもあったエギル、スカラグリームス村の生涯を中心に書かれている。この佐賀は、旧世紀のノルウェイの農夫だったエギルの祖父、クベルドウールブより始まる、系譜、反巨人、トロル、のハルビョルンを祖先に持つ血統で、夕暮れに気象が表現する彼に、人々は、変身能力者の名札をつけ、酔いの狼と、あだなした、長子のソウロウルブは、 母親にだったが、次男のスカラグリームがこの父の気性と色黒さを受け継いだ。やがて後、代名主人公のエギルスカラグリームスソンがこの不景の血を濃く引き続くことになるが、要望が親一倍、醜かった代わりに素晴らしい歌の文才を兼ね添えていた。ノルウェー王と一族の対立この時代、ハラルドビハツ王がノルウェー統一を推し進めていた。クベルドウール部は、 領主であるフィヨルダネの昭王が募る反抗組への加入を拒絶するが、ハラルド王に壊れても、真珠の礼を取らず、王の機嫌を損ねてしまう。そこで、名優、カーリの息子で、宮廷詩人のエルビル・フヌーバが仲裁に入り、長男、ソウロウルブがバイキング業より帰還後、これを差し出すという条件で和解した、クベルドウルブが協力を出し渋ったのは、 この王に関わってもろくな天末にならないとの予見があったからである。ソーロール部は立派に務め、王が全土制覇を果たした戦でも活躍した。しかし予見は的中し、残限に貶められたソーロール部は、王自ら率いる部隊により、所要で攻撃され、死を遂げる。アイスランドへの移民佐賀は、エギルの父スカラグリームの話題へと移る。ソーロール部の死後、スカラグリームとクベルドウール部は、 ノルウェーを捨て、アイスランドに入植する。スカラグリームは、農場試験鍛冶屋として、ボルグに入植し、そこで、息子のソーロール部とエギルを育てる。2位ソーロール部と王子の信仰。ソーロール部は、家に身を寄せていたビオルンを伴い、ノルウェーに渡り、王が溺愛する、チオノのエイリーコ王子と遊戯を結ぶ、取り入る手段としては、 美しく彩色された軍船を献上したのだが、単に物品で買われた絆ではなかった。場所は、王子の養父ソーリルの屋敷。このソーリルは、ョルンの義兄で、ソーロルブの父親とは乳兄弟の間柄でもあった。弟エギルの少年時代物語は、エギルの少年時代へと入る。エギルは3歳の時スカルド氏を披露。7歳の時には、王野による、最初の殺人を行った。 12歳の時、もはや競技で叶う者はいなかったが、親友と組んで、父親のスカラグリームに、球技で挑んだ時、夕暮れ時父親が怪力を発揮し、友達は殺されてしまう。エギルの活躍物語は、エギルのスカンディナビアとイングランドへの旅、彼の戦闘と友情、彼の家族関係、彼の老年、そして彼の息子たちの死へと続いていく、西暦千年頃をもって、 この物語を終わりを告げる。この佐賀は、エギルの生涯における様々な出来事を通して彼を追っている。彼の生涯の多くは戦闘の中にあった。またエギルは頻繁に死によって自身の生涯の物語を伝えている。伝えられるところでは、エギルが死ぬ前にモスフェットルスバイル近郊に銀の財宝を隠したとされており、エギルの銀伝説を生んだ。ニャールの佐賀、 ラックサータニの人々の佐賀と共に、アイスランド佐賀の中でも特に優れた文学作品の一つとみなされている、客中参考文献、ありがとうございます。